はいどうも、中井戸です。今回ですね、前回出した FF7 リバースの動画、相当な反響がありまして、コメントを募集したところ、とてつもないコメント数、そのコメントに対する共感のコメントも多くありました。ありがとうございます。で、 PS5 の独占に言及する声が多くですね、そこの深掘りをしてくれと、そういうコメントもありましたので、 PS5 の独占っていいの、やめた方がいいのというのを、過去現在未来のデータを見つつ解説していこうと思います。これを見るとですね、スクエアとソニーがファイナルファンタジーをこんな目に合わせたんだなということがわかりますので、最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。まず PS5 独占ソフトがですね、そもそも全体的に売れてないという話なんですけども、独占タイトル結構ありました。 FF16 がですね、日本初週33万本、全世界累計300万本、 FF7 リバースとかもね、前回紹介した通りなんですけども、他のソフト見ると、スパイダーマン2も日本の初週売上77,348本、ダウンロードがあるとはいえ売れてないですね。ただ全世界24時間で250万本売り上げて、11日で500万本売り上げるという、世界ではかなり売れてるけど日本はそんな売れてないなという感じですね。あとはスクエニのフォースポークンですね。これは PC はありだったんですけど、初週が 29,055 本ということで、めちゃくちゃ開発費かけた割に爆死したよねっていう風に言われてましたね。ちなみに当時はですね、まだ累計226万台の時ですね。で、もっと古いのだと、ゴーストワイヤー東京、これ1万本でした。2022年で、当時 PS5 がまだ127万台の時ですね。あと PS5 のソフトでこれだなっていうのは、デモンソウルリメイクとか、ゴッドオブラグナロクとかが ありましたということなんですけども、PS5 持ってる身からして、なんで PS5 買わないの、独占ソフトをやりたくないのかとかっていう話を、視聴者なり自分の周りに聞いてみたし、先日のコメント欄でもたくさんの意見がありました。で、そこでハッとさせられたことが、いくつかあるのでご紹介します。ちょっと長めの話になるので、結論から言うと、結局待ってればそのうち別のプラットフォームでもプレイできるじゃん。一方スイッチはですね、例えばマリオとかスマブラとかポケモンとかゼルダとか、そういうゲームに関してはいつまで待ってもスイッチでしかプレイできないから、スイッチ買うしかないというところで、なるほどなという話でした。で、なんでそんな風な感覚になってしまうのかというところで、一番の変化としては、やっぱ PC を持ってるユーザーが増えたってことですね。時代が明らかに変わりました。昔は PC はゲームを遊ぶツールという印象がなかったです。仕事道具というかね。あと、マニアの間ではインベーダーなんかの流行りゲーのコピーを自作して、それを共有して遊んだりもしてましたけども、それも太古の昔の話ですね。で、 Windows95 の時代とかでも PC は当時 20-30 万しました。ハードディスク 3GB くらいのやつですね。一方、初代プレステは 39,800 円に発売されるも、どんどん値下げしていって 15,000 になりました。当時のプレステはもう下げていくイメージですね。で、Nintendo 64は 25,000 スタートの 16,800 円値下げ。で、そんくらいだったのが、今やですね、 PS5 は6万か65,000円、新モデルで値上げ。で、スイッチは33,000円で特に値下げなしということで、インフレとともにですね、ハードの値段も高くなってますよね。で、一方で、じゃあ PC はというと、グラボが 3060Ti くらいのスペックで良ければ、12から13万もあれば今時のゲームはできるんですよ。なので、ぐっと価格差が縮まりました。で、もともとですね、 PC ってゲーム機じゃないので、ゲーム以外のことも無限に用途ありますよね。普通に仕事もできるし、 YouTube 映像制作もできるし、プログラミングとかもできる。あと、やっぱリモートワークとか Zoom 会議とかするときにも便利ですよね。で、じゃあゲーム遊ぶためのツールとして考えると、だいぶ幅が広くてですね、今やもう Steam で遊べるゲームめちゃくちゃありますし、で、インディーゲーとかは PC でしかやれないものも多いし、昔のゲームの移植もあったりしますよね。で、人気ゲームで言うと、バロラントとか、リーグオブレジェンズみたいなゲーム、最近ストリーマーがやってるやつ、ああいうのは PC でしかできません。Apex とか原神は PS5 でもできますけどね。で、最近だとソシャゲも PC 版もあるし、で、PC があれば横で推しの配信を流しながらゲームするなんてこともできます。で、もはやゲーム機として PC の方が作れているのかもしれないし、一回 PC をドカンと置いちゃうと、PS5 つけるのが、ちょっとめんどくさくなっちゃいますね。モニターのスペースとかもね。で、Steam によるとですね、圧倒的に今日本で PC の普及台数が上がってきていると。なぜか、ストリーマーの影響でかいですね。ストリーマー、VTuber、我々 YouTuber もそうですが、当然 PC 持ってます。当然 PC でゲームやる。なぜなら、わざわざコンシューマーのね、電源つけて、モニター用意するのめんどくさいからです。キャプチャソフト上でもゲームできるんですけど、遅延あるから、アクションとかは無理ですよね。Apex とかもにしても PC やってたし、格闘ゲームも PC マルチが来たのと、コロナでオンライン大会になってからは、遅延の少ない PC が主流だし、最近また売れてるモンハンワールドも PC だし、みんな PC。あと、突然バズるインディーゲームあるでしょ。バンサーバとか8番デ
出口とか MPC ですね、まあ、スイカースイッチですけど、あとスーパーマーケットシミュレーター、これもスチームのありですね。つまり推しの配信者についていきたかったら PC なんですよ。でもう一つおまけに Xbox ゲームパス、あれも PC でできます。というわけでハイスペックゲーム機としての優位性が崩れつつあるというか、もう崩れてますね。で PS5 の初動はミスったのもでかいですよね。ソニーが明確に日本市場を軽視した結果、品薄になって転売合わせで買えませんでしたと。その転売価格で買うんだったらもう PC 買ってもよくねっていうのもありますよね。なのでまあやりたいゲームないけど今後のために一応買っとくかみたいなのはあったと思うんですけど、まあ、買えないんだったらまあいいやとなります。でお祭り感大事なんでやっぱそがれるのはでかいですね。で買えないうちにですね、もう PS5 2020年から4年経ったんで、もう6がねあと数年待てば出るじゃんとなると、まあいっかっていうのもわかりますね。ですいません、前提の話が長くなったんですが、 PC ユーザーがとにかく増えましたと。で最近は配信者モデルのゲーミング PC が儲かるので流行ってるくらいですよ。あれはいいビジネスらしいですね。でそういう人たちからすると、まあ、今現在 PS5 のソフトを買わなくてもいいってなってます。なんでかっていうと、結局独占とは言いつつも次元独占だから、まあ、どうせ PC で出るよなってなってます。まあ、FF7 リメイクも結局 PC で出したから、まあ、リバースも出るでしょうだし、で FF16 も PS5 買えっつーのといったものの結局 PC 版開発中だし、スパイダーマンのねリマスターも PC で出ちゃってるから、じゃあスパイダーマン2もそのうち出るんじゃねとなるし、さっき言ったゴーストワイヤ東京にしろホースポックにしろ、まあ、PC で出てますからね、大半は PC でそのうち出ると。なので PS5 独占タイトル出ても、まあ、どうせ待てばプレイできるだろうと。でソニーとしては、まあ、次元独占何ヶ月とか1年とかっていう縛りがあるから、いや1年待つのいいの、すぐプレイしたでしょっていうところで次元独占にしてハードの価値を高めてるんですが、今はですね待てちゃいますね。結局コンテンツもゲームも多すぎる。さっきも言いましたが、 PC はそもそもゲームの量が多すぎて遊び尽くすことができません。でバロラントとかロールみたいな PVP ゲーム、マインクラフトのみたいなサンドボックスゲーム、あとはまあ Apex とか原神とかもそうですけど、一回遊んだら無限に遊べてしまうゲームがちょっと最近多いですよね。あとはまあオープンワールドで100時間以上遊べますみたいな、普通に仕事してる人だったら、まあ、それで1ヶ月とか全然できちゃいますよね。あとはまあ YouTube とか配信とかそういうコンテンツもダラダラ視聴して気がついたら1時間が経ってたみたいな、あこの時間あればゲームできてたなみたいなこともあるじゃないですか。あとは年齢もありますね。プレステのユーザー層としてはやっぱ子供じゃなくて大人のコアゲーマーの印象あります。例えばかつて FF7 を遊んでた人とかっていうのは40歳前後がボリューム層なんじゃないですかね。で年齢を重ねれば重ねるほど体力が落ちて気力も落ちた、こんな時間のかかるゲームできないっていう声もこの前のコメント欄めちゃくちゃありましたね。でもう一つ僕が感じる点があるとすれば、時が経つの早いですよね。まあ、この年になると1日過ぎるの早いし、1年がほんと早いです。2月に手術した話したじゃないですか。であれ手術日決まったのが実は2023年の1月のことだったんですね。なんだ1年後か、だいぶ先だなと思ってたんですけども、ある朝起きたら入院してたんですよ。ほんと怖いっすよね。皆さんもね、毎日仕事してクタクタになって帰ってきて休みの日は疲れてるから寝るみたいな生活だとやっぱ時間もないし積みゲーム多くなってんじゃないでしょうか。って考えると、このプレステの次元独占というのは効力が薄れてきてるわけですね。まあ、前例見てると、まあそのうち PC できるんでしょうとなっちゃいます。でもポケモン出るならスイッチ2は買うんだよなっていう話 でスイッチはやっぱ買わざるを得ないハードになってます。なんでかっていうと、任天堂のファーストは本当に独占されてるからですね。まあマリオもゼルダもスマブラもポケモンもスプラもみたいな、ああいう人気のゲームってスイッチでしか出てこなかったし、今後もそうだろうという信頼があるから PC で出ないものを買うしかないんですよ。ずっとじゃないですか。だって待ってれば PC でできるんだったら買わないかもしれないです。正直ね、ポケモンとかスマブラとかが PC でできるんだったらスイッチ買わないですよ。だから PC で出ないものを買うしかない。なんでこの次元独占と絶対にスイッチでしかプレイできないというところが下がります。でかといってですね、開発会社としても PS5 だけで出せば、まあ見ての通り全く売れないから通学にもいかないという苦しい状況です。はい、次ですね。PS5 のイメージとして遊びたいソフトはないという面があります。確かに PS5 でしか遊べないゲームを考えてみるとあんまりないような気がしますし、なんか我慢できるな。まあ、このために 6,7 万払うんだったらみたいなとこがね、あります。しかしこれがなぜなのか掘り下げてみると大きな原因がありました。それはソフト側の問題、開発期間の長期化です。調べてみたところ、例えば FF シリーズなんかは長期化していますが、その長期化とハードの評価が紐づいてるんじゃないかということに思い至りました。ファイナルファンタジー用語辞典ウィキのシリーズ年表を見てみると、こうなってました。1997年に FF7 が発売、プレイステーション。1999年に FF8、2000年に FF9、ここまでプレステで、2001年 FF10 から PS2 で、まあ、FF11 はね MMO なんでちょっと除外するんですが、2003年に FF102、 そして2006年に FF12、 ここまで PS2 で、このようにですね PS1 で FF7 含む3本が発売で、 PS2 では FF10、 102と12が発売なので、2、3年に1本のペースでナンバリングが発売されてまして、まあ、各ハードごと
とに3本以上あるという状態でした。でここからですが、2009年に FF13 が PS3 で出ると、まあ、14はですねネットゲランでこれも除外して、15が2016年に出ました。これ PS4、Xbox One ですね。で次16が2023年ってことで、13、15、16の発売間隔が7年、えぐいことになってまして、その影響でですね、これで見るとよくわかるんですけど、一つの PS ハードにつきナンバリングが1本っていう結果になってます。なんでかっていうと、ハードの発売間隔はこの通りで、まあ6年7年周期ぐらい出てるので変わってないんですよ。つまり PS1 とか2の時代はそれを買っておけばたくさんのソフトが遊べるし、自分の好きなシリーズが2、3本遊べると、最低でも。で最初の方に買っとけば今後も出るだろうという期待がありました。しかし PS3 以降、自分のやりたいシリーズは遊べて1本。あ、もちろんね、 FF なんとかみたいなのはありましたけど、だいぶ本数が減っちゃった。じゃあ買わなくてもいいんじゃないかってなるのも無理ないです。まあ FF シリーズだけの問題で言うとですね、まあ7とか10とかで、やっぱファイナルファンタジーのグラフィック表現はすごいよねっていう風になって、まあそのグラフィック路線に行って13とかが出てくるわけなんですけども、あの頃からやっぱ僕の印象としては、あ、 FF ってなんか人間がすごいリアルなゲームなんだっていう感じでしたね。しかしもう今現在ではですね、グラフィックが綺麗というところでファイナルファンタジーはもう優位性を失ってますよね。今時アンリアルエンジンとかもあるし、グラが綺麗なゲームにいっちゃうじゃないですか。海外のオープンワールド用ゲームすごいですよね。なのでまあそのグラフィック路線、長期開発路線が大きく失敗してしまったというところなんですけども、 FF に限らず近年大型開発はやっぱ問題になってきてます。例えばスパイダーマン2が11日で500万本売れた、めちゃくちゃすごいって話なんですけども、まあ、これはまあ前作も2000万本売れた人気ソフトですし、期待通りの結果と言えます。しかしその開発費は3億ドルだったということがバーされてます。450億円ですね。これは前作の3倍に当たるということで、それだと500万本売っても半速期考慮すると全然儲かってないなとなってます。問題として事業のコスパがどんどん悪くなってます。まあ、素晴らしい作品を作って成功してもそこそこ儲かるなぁと。で、いざ失敗した時の下振れが怖くてという問題があります。16とか7リメイクシリーズが独占契約なのは、その高くすぎる開発費での下振れを恐れてソニーマネーをもらうという方針したんでしょうね。まあ、15の時の開発費がやっぱ膨大すぎましたね。という状況でですね。で、まあ、今後プレステ5期待のタイトルとしては、まあ、GT6 とかエルデンリング2とかフォールアウト5とかドラクエ12とかっていうのがなんとなく出るんじゃないかなとかってあるんですけど、まあ、この辺はまあ待ってたら PC 版出るかなっていうのはありますね。まあ、GT6 は PC 版遅れるとは言われてます。最適化が難しいというね、 PC は。まあ、ハードが均一じゃないからですね。だからまあね、やっぱ GTA といえばモッドも重要でしょうし、モッドのことを考慮するとみんな PC でやりたいんじゃないかなっていうふうにも思いますね。まあ皆さんできたらやっぱ PS5 買いたくないし、ドラクエ12とかもね、独占してほしくないなって思ってるんじゃないでしょうか。で、この独占に関してなんですけども、まあ、ソニーがミルダム化してるなと感じてまして、まあ、過去にですね、ミルダムの件、まあネタにしたこともあったんですけども、そういう配信サイトがありますと。で、ミルダムはですね、中国の新しい配信プラットフォームで、日本の配信者とかね、YouTuber に月額でお金を出して彼を呼んだんですよ。で、あまりに高額な契約料金に多くの配信者を呼びました。で、当然 YouTube でも Twitch でもないところで配信しても、なかなか人は来ない。まあ、視聴者はその人を見るためだけにアプリをインストールしました。で、ミルダムの収益源っていうのは、なぜかスパチャしかなかったんで、無理な契約料金っていうのはそのうち破綻して、まあ、配信者は契約解消になったわけですね。しかし完全にミルダムにシフトしてしまった配信者というのは、元のプラットフォームに戻っても数字が下がってしまっていて、そのまま消えてしまった人もいます。同じことがですね、PS5 独占にも起きてんじゃないのかと思いまして、ソニーから金もらってゲーム作るじゃないですか。しかしユーザーは、そのゲームをやるために、渋々ハードを買う状況なんですよ。好きなシリーズがあるから、まあ、そのゲームしかやる予定ないけど、まあ、ハードとソフトで7万以上出しますかって。で、奇妙にも似てるのがですね、こうやって渋々買ったユーザーは、この PS5 のゲームあんま興味ないんじゃないかなってことですね。まあ、スパイダーマン好きな人が FF 好きとは限らない。まあ、両方映像きれいですけどね、まあ、全く違うゲームだしと。で、そのハードを持ってる人がいろんなゲームを買ってくれないと、一本一本のソフトの売り上げって低下しますよね。ミルダムも一緒だったんですよ。好きな配信者を見るためだけに見てるから、終わったら他のミルダム配信者行かないんですね。YouTube だったら皆さんね、この動画見終わった後になんかおすすめとか関連とか出てきたやつをなんとなくポチッと押すでしょ？それがないんですよ。まあ、結果ですね、PS5 独占ソフトの売り上げっていうのは低下して、まあ、ユーザーに手に取ってもらう機会が減りました。で、そうするとですね、未来の作品の売り上げを落とすことになるんじゃないでしょうか。ミルダムと同じ末路なんじゃないかと思いました。一方、スイッチやスチームは違いますね。任天堂のソフトですね、なんかマリオとかゼルダとか、カビとか、なんとなく買う層が近い気がするんですよね。で、スチームも新着ゲームとか人気ゲームリストから掘り出しインディーゲーム探す人多いんで、まあ、PC のプラットフォーム、スチームだけじゃないですけど、まあ、とりあえずスチーム出しとくってありますよね。なんで今やスイッチやスチームが配信で YouTube や Twitch になってしまったみたいな話です。まあ、PS4 だったらまだまだ人はいるんですけどね。しかしまあ PS4 は10年前のハードなんで、新しいハードにみんな移ってほしいんだけどなーという状況です。
でですね、かつてプレステといえば任天堂ハードよりもおしゃれでスペック高くてちょっと大人向けのゲームが出る、まあ、そんなかっこいいポジションだったんですよ。ロゴからしてかっこいいですよね、プレイステーションみたいな。しかし今ではコアゲーマーは PC でゲームをやるようになりました。知る人ぞ知る本当に面白いインディーゲームとか海外ゲーをシームで発掘して、まあ、日本で流行らせることがストリーマーの名誉となりました。あいつ分かってんなみたいな。一方スイッチは親が子供にゲームを買い与えるときにマストのハードになりました、まあ、ファミリーポジションですね。でもっとライトにお手軽のゲームならスマホで、 PC があることによって PS の優位性は崩れたのにそれに対応できてないというのが現在の状況です。まあ、僕も正直全く想像しなかったですね。10年前は Steam なんて本当にマニアックなやつがその意味のわからない100円くらいのゲームを探して遊んでるプラットフォームだったんですよ。まあ、僕が Steam 見つけたときはもう全然ゲームそのなかったですし、なんか今のゲーパスよりも知ってるタイトル少なかったです。それが今やPC の時代になってしまったと。まあ、そういうわけで PS5 独占は負け確定な状況になってます。何年も前から契約してるから止められないけど、そのサードパーティーはできるだけ早く独占解除したくてしょうがないんじゃないかなと思います。まあ、今月ね FF14 の Xbox 版もサービス開始したことですしね。はい、じゃあまとめなんですけども、PS5 独占ですが、まあそういう理由でゲーミング PC がある程度出回ってしまったのと、開発の長期化で、まあ、気に入ってるシリーズやりたいなくらいの人からすると、まあハード買うのがコスパ悪く見えちゃうんですよね。で、あとは、まあ完全版出るんでしょ、独占解除されるんでしょって、まあいいやで、買い控えおきます。だって高いじゃないですか。なかなかいい年になって、ゲームのために7万、8万とかって、ちょっときついっすよね。で、買い控えが起きるとどうなるか。まあ、初動のお祭りがなくなるんですよね。コンシューマーゲームも当然初動が一番売れるわけじゃないですか。で売れてますとか品薄っていうのは最高のプロモーションですよね。これパルワールドとかユニコーンワールド見てたらわかると思うんですけど、でネタに困る YouTuber もです勝手に宣伝してくれます。これ売れてるすげーみたいなのってね言いやすいですからね。ユーザーも勝手に拡散します。まあ人間勝ち馬乗りたいしお祭り感覚が好きだから売れてるっていう理由でより売れるわけですね。配信者のね同説が多いっていう理由で人が見に来るのと一緒です。まあ、そんなわけでですね、今プレステはちょっと確固たるポジションを失ってしまったという状態で、でそれに全ベットしたファイナルファンタジーシリーズが見事にひどい目に遭ってる。まあ、悪いのは何かというと、そういう判断をしたやっぱ救いにが悪いという。まあ、どんだけゲーム頑張って作っても、まあ、そうなっちゃうってことですね。そしてまあゲーム性という大事なものを見失ってですね、まあ、誰にでも分かりやすいグラフィックロスに進んでしまったことで、そういったいろんなコンボでこの現状があるということです。まあ、そんな感じですね。皆さんの意見も参考に、ファイナルファンタジー7新作売れてないということをきっかけに PS5 独占がすごい今デメリットだよという話をさせていただきました。皆さんもね思うことがあればコメントしていただければと思います。というわけで以上の中でした。今後ともよろしく。